はい、こんにちは。ヒカキンです。というわけで、ふんどしょうじです。というわけで、本日もやっていきたいなと思います。ケンビアコラム、聞くケンビアコラム7回目。おめでとうございます。本日のネタなんですが、新築戸建て賃貸のメリット、デメリットをお伝えしたいなと思います。まあまあ、これをですね、第5回目、6回目くらいから書いてたんですが、まあ、新築戸建てですね。メリットはまずですね、新築戸建てっていうところで、特にですね、最近は、コロナも流行りまして、在宅ワークとかですね、おうち時間が増えたっていうところで、さらに需要は強くなってるんですが、そもそもですね、やっぱ戸建てっていうのは、その、子供のがこう騒いだりですね、ピアノを弾いたりですね、あるいはペット可能物件すると、マイホームに庭にペットっていう、その、戸建てというものが多分賃貸の中では結構最強レベルだなと私は思ってるんですね。まあそのマンション派の人を抜きにすると、アパートとかその、マンション、まあ普通のマンションね、その分譲型の素晴らしいマンションは別として、一般的な賃貸としてはやっぱ戸建てが最強だなと私は思ってるんですが、その理由がですね、やはりその他人にある程度気にしなくていいっていう状況を作れるっていうのは非常にメリットがでかいんですね。で、投資としてはどうかっていうと、安く土地を買えばですね、例えばその、富山県で言うと、坪50坪ぐらいの、とか50とか60坪ぐらいのところに、4LDK とかを建てるんですが、結構30坪ぐらいとか29坪ぐらいだと、一般的な、その、サラリーマンが、ここに土地を買っていいよ、建てようっていうような、相当外れてるんで、結構割安に放置プレイされてるんですよね。で、例えば坪10万円でも30坪だったら300万だし、ちょっと実需が弱いっていうことで、坪7万、8万円とかで、普通は、14万、15万で分譲されてる地域でも、7万円とか8万円で、小さいものが売ってたりすると、200万円とかですね、240万円とか、まあそういったもので買えたりするんですね。で、私も実際、34坪ぐらいだったんですかね。それをですね、200万円で、購入した経緯があります。そこにですね、当時は安くて、78平米、まあ、80平米ないぐらいなんですが、3LDK の戸建てを建てまして、それをですね、賃貸に出したところ、10万4000円でですね、お客さんがつきまして、利回りは 10.4% だったんですけれども、まあ、当時もちろんウッドショック前なんで非常に安く建てれたっていうのがあります。ただ、まあ駐車場も3台止めれるようにしました。で、ここで言いたいのはですね、まあ一般的には建てる人、まあ自由設計して建てる人には狭いんだが、賃貸でこう借りる人には OK だし、あと中古住宅として出てきた時には、需要があるといったところが非常に大事なポイントとなっております。で、私がやった実際の具体例なんですが、200万円の土地をまあ現金で購入しまして、その後ですね、銀行に、戸建て賃貸を建てたいからお金を貸してくれと、しかもですね、建物が1000万、土地が200万で1200万円の、事業計画だったんですが、1200万貸してくださいと言ったらですね、なんと OK が出まして、まあ、フルローンで、20年ローンの金利 2% で元金均等だったんで、次の支払いがですね、毎月の支払いが7万5千ぐらいとか、そんなもんなんですけれども、8万弱ですね、言ってないぐらいなんですが、だからキャッシュフローはそんな出ないんですよね。で、3万円ぐらいなんですけれども、20年ローンで組んでるんで、築7年ぐらい経つとですね、残債はですね、850万ぐらいになるんですね。で、そうすると、その時にですね、1200万円建てましたが、1500万円で売却することができれば、1500万円引く、850万円は、だいたいそうですね、650万ぐらいですか、手元に残ると、いったことが考えられるんで、で、さらに、まあ、3万円ずつのキャッシュフローもあると。まあ、そこはやっぱ経費としてを考えておくと、500万作ることができるんですね。で、何がいいかっていうと、戸建てはやっぱり実需が購入できるんですね。いや、我々はアパートローンでアパートを建てますし、アパートローンでアパートを買うんですが、戸建て賃貸で、アパートローンで買った場合なんですが、買う方は、住宅ローンなんですよね。35年ローンで、購入していくことが可能です。まあもちろんね、本当住宅ローンというのは結構、不思議なもので、本人の属性によって貸し出すので、知り合いではですね、築30年の家に35年ローン組んでたりしてたんで、住宅ローンってすげえなと思って見てたんですが、そこは置いといて、で、築7年ぐらいの、戸建てってなかなか出てこないんですよね、見ててもね。で、もちろん建て売り住宅もあるんですが、即入、すぐ住めるって、
その、なんていうかな、縦売り分譲よりも安いと。例えば、縦売りが、2000万円とかで、2200万とかっていうところを、まあ、1400万とか1500万ぐらいのラインで、安くてもいいっていう、で、その場所がいいっていう人を狙ってですね、ピンポイントで売ることができれば、儲かると。で、それが不動産の、まあ、戸建て賃貸のメリットですね。買う方は実地で、入った人も長い。やはりですね、お子さんとかいらっしゃると特にですね、校区を変えたくないっていう問題がありますんで、非常に、一度入学してくれたら、もう中学校までっていうことで、7年か8年間、住んでくれたりしますんで、そういう長期入居が認め、込められたりします。でですね、もともと私が1200万円で買ってたんですが、当時ですね、1650万円で買いたいっていうお客さんがいらっしゃったりしたんで、もちろん断って、賃貸を優先させたんですが、ああ、そういう事情もあるんだっていうのは見てましたんで、築7年払って1500万円。特に今、ウッドショックなんで、物の値段が上がってるんで、過去の安く建てた値段のものが、今は高くなっているっていう可能性も、一部ありますんで、まあそういったことをね、狙ってやっていきたいなと思っております。未だにですね、僕が買って、その、入居してから5年前、まあ4、5年前ですね、に建てた戸建て賃貸なんですが、一回もですね、退去せずにずっと入っていただいております。だから累計600、まあ、年間120万円ぐらいの5年の600万ぐらいですね、すでに、その、回収できているというか、家賃的には回収できていると。で、1200万円建てているので、半分ぐらいは回収できていると。いったような感じで、非常に負けない勝負なんじゃないかなと思います。で、売却するときは、微装を入れて、まあ、塗るなり、まあ、ちょっとね、苔、ちょっと、白色の外壁なんですが、ちょっと緑苔が目立ってるんで、そこはこう、高圧洗浄とかして、お化粧して、パリッと出してですね、売却すればいけるんじゃないかなと思います。で、デメリットはもちろんあります。キャッシュフローが少ないっていうことと、退去した場合が、10-0ですね。10万円が一気に減るわけですから、そのインパクトたるやっていうところで、まずその、まあ、まあ、組み方にもよるんですけど、もちろん25年ローンとか、組んでればですね、そのキャッシュフローも出ますし、なお安定するんですが、まあ僕みたいな25年、20年ローンとかで、リバイ 10% のものに20年ローンとか組むと、さほどそんなに、キャッシュローは出ないっていうことがデメリット。で、さらに、退去 100% はゼロっていう戦いになるんで、おすすめはですね、普通にアパート何個か、中古アパートとか、新築アパート持ってて、その隙間にですね、走らせとくと。言ったらですね、2、3年後に走らせとくと、気がついたら、あれですよ、5年くらい経ってて、退去しますって言って、退去するんですかって言ったら、そのタイミングで、賃貸と売却同時募集して、ハマった方に貸そうみたいな、売ろうみたいなことを両面待ちできるのが、戸建て賃貸のメリットですね。やっぱり、ね、アパートを買いたいっていうのは、まあ、だいぶ今増えてますが、まだまだマイノリティで、そういう変態なんですよ、変態。変態って言ってですね、変わってる、まあ、言い方あれなんですけど、まだ、マイノリティ、少数派。なので、戸建てとか実需はの方が圧倒的にですね、その、層というかですね、買いたいっていう層は多いので、まあそういった人向けに売却できるのは一つすごいメリットになるんじゃないかなと思います。そんなわけでね、僕もまだまだやってないんですが、2、3個ぐらい仕込んどいて、やりたいですね。僕はやっぱりね、こう物件のこう数を数えてるときに、あれなんか足りんなって思ったら、大体この新築戸建てなんですよ。ぐらい手間かかんない。私、まあ5年ぐらい持ってますけど、まあ、ちょこちょこ、何回か、その、電話あったのは、なんだろうな、なんか、町内会のなんかちょっとした話とか、てかむしろほとんどないですね。だから、本当に、持ってることを忘れるぐらいの、快適さが上がるので、楽さは非常に、いいです。で、しかも家賃が高いので、結構まあもちろん人によりますけど、確率としては、社会的にしっかりした人で、滞納の心配もなくて、静かに綺麗に住んでくれる方が多いので、そこも一つ大きなメリットになるんじゃないかなと思います。新築のですね、メリットなんですが、これはですね、まあ、アパートにも同じことは言えるんですが、保証がですね、だいたい10年ぐらい効いてるんですよね。まあ、よく保険あるじゃないですかね。その住宅的なやつの、制度じゃなくて、その構造的な、保証するようなやつが10年ぐらいついてるんで、そうするとですね、築7年8年で売却するっていうメリットが、その保証付きで、ある意味売却できますし、業者の方でもね、なんか2年間の貸し担保責任とかありますけども、そういったところでも安心ができるんじゃないかなと思います。あとはね、設備もね、日本の設備は、非常に、
なんていうかな、いいんで、その、なんていうかな、壊れないんで、7、8年はですね、ほぼ設備トラブルゼロで運用できるので、非常にいいなと思います。そんな感じでですね、まあ、ぜひとも、戸建て賃貸も安定的にやってみてはいかがでしょうか。ファイヤー、いきなり目指す人には、意外ちょっと、なんていうかな、ちょっとスピードが遅いんでお勧めできないんですけれども、例えばですね、まあ、これは普通に本当に住んでるの話なんですけど、住宅ローン購入するときでも、こういう知識があれば、将来的に売却高く売れるようなものをですね、普通の人は、坪60坪、まあ、富山県で言うと50坪、70坪のところに、2500万ぐらいの住宅ローンを折り合って組むっていう人がいるんですが、もし今からサラリーマンで住宅ローン組まれる方は、そういう小さな30坪で全面に3台車を止めれて、土地の後ろにこう、建物の後ろにあってですね、で、後ろの庭がほとんどないんですが、パンパンに建てて、建物パンパンに建てた 3LDK で、1500万円とか1400万円とかで、仕込んでですね、35年ローンしながら、月々の支払いは少ない、住宅ローン控除は使える、で、売却した時には1800万で売れる、みたいな感じで、さらに、住宅の買い替え特例で3000万円まで無税っていったところで、売却益、キャピタルゲインは全て手元に残す。みたいなことも繋がってくるので、不動産を学ぶことが、不動産投資、学ぶことが、住宅選びでも得する、方法に繋がっていくんじゃないかなと思います。それではね、また皆さんお会いしましょう。